が集まります。今、エイプルテントが10番ゲートに収まって、もうリストゲートは隣り合わせ。本番前、3歳がダノンキラキラが収まります。東に14番ゲートに誘導されました。今、イエロが4番ゲートへと入ります。去年の6着以上の成績を期待したいところです。前線11番が地元香港のロマンチックタッチ。10番ジャイアントトレジャー、足手の馬体、この馬が手で枠入りを締めている。ジャイアントトレジャーは最内枠、1番ゲートを引き上げました。さあ、日本勢、ゲートの中で、どうやらおなじみ待っています。ポイントとジャイアントトレジャーが最内枠、団長、ミストスキーを乗せに、収まります。ロマンチックタッチ、小屋ゲートに入って、ホームの前に。体勢が整います。スタートしました。はい、どうぞ。